ウェブラジオ早急のファフナーザ・ビヨンド、喫茶楽園へようこそ。アニメ早急のファフナーザ・ビヨンド、真壁和樹役の石井誠です。この番組は喫茶楽園の調理師である僕がリスナーの皆様の憩いの時間を提供していく番組となっています。はい、今回ですね2回目ということで、前回9月の21日、真壁和樹くんの、誕生記念ということでね、生誕記念かということで、放送しましたが、とうとう今日2回目ということになります。一応ですね、念頭に置いておいていただきたいのが、ここから4週連続で、放送となります。4週連続ということはですよ、4週目が11月の12日木曜日となるわけです。つまりこの放送が、このラジオの4回が終わった次の日に、映画が始まるということになりますのでね、皆様わかりますか、それまでのつなぎですそういうことで、お届けしていきたいと思っておりますけれども、楽しくいきますよ。この後ですね、またあの方が登場してくださいますので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは皆様、最後までごゆっくりおくつろぎください。ウェブラジオ早急のファフナーザ・ビヨンド、それでは登場していただきましょう。あなたはどなたですか？皆さんこんにちは。アニメ早急のファフナーザ・ビヨンド、みなしろ総司役の木安浩平です。はい、よろしくお願いします。そうだよね、やっぱり登場としてはそういう入り、もちろんです、になるわけですね。はい、あー、そっか、もういい加減慣れたらいいんじゃないですか。え、いや、そうなんですよね、そろそろ慣れなきゃね。ザ・ビヨンドですからね。そう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 、もうザ・ビヨンドも、だってあなた、次7話ですよ。そうですよ、ね、もう6話も減ってるんだから。そうね、もういい加減慣れてください。どっかで期待しちゃってるのかな。え、何をですか？ん、あのそっちじゃないやつがそっちじゃないやつそう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 、そんなそんな、なんかあなた水商売じゃないっていうかちょっとチェンジじゃないんですよそっかそっか、やめてください、ね、そんな、もうね、こっちだってなっちゃってるわけですからね。お願いします。わかりますよ、わかります。はい、どうですか、あの4回続くということで、キャスさん今日2回目ですけれども、はい、意気込みとしては、意気込みですか、はい、前回あの自分たちが喋りすぎて、全然紹介できなかったお便りがあるので、うん、そうなんです。それを紹介することが僕の今回の使命です。うん、そうですね、はい。早速お便りいきましょうか。もうね、もう全然クッション置かないね。いや、だってさ、やっぱりね、せっかく送ってくださったのに全然読めないの、ちょっとね、そう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 、心苦しいのでね。そうでしょ？いきましょうか。はい、はい、それでは僕からいきますね。はい、餅つきパワーボムさんからです。お、ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして、お便りさせていただきます。真壁和樹さん、お誕生日おめでとうございます。まあ、あのこれね、前回の、9月21日からの、つまりね、これ全部1日で撮ってますからね。なんでそこ、なんかそんな、なんかざまあみろみたいな顔言ったのということで、あのいただいているお便りに関しては、はい、あのその時に皆さんからね、すっごいたくさんいただいていたので、はい、そういうね、皆様からの、お気持ちを、全て、なるほど ね、 ね、21日時点の、ね、いただいているものを今もご紹介しているということですね。そういうことになりますね。はい、はい、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。みなしろ総司さん、こんばんは。こんばんは。辰宮島と一緒に沈んでしまった喫茶楽園が和田積島として、復活していて、とても感激しました。うん、とても嬉しいです。うん、質問なのですが、楽園のオーナーを務めていた、溝口さんは今何をやってらっしゃるのでしょうか。春日井さんがご帰還されたので、オーナーは引退されたのでしょうか、気になっています。あ、そうなんですよね、うん、春日井さんが帰ってきたので、今オーナーは春日井さんなわけなんですよ。そうです ね、 ね、そして、真壁和樹くんは、オーナーから調理師へと変わったわけですね。うんうん、はい、そしてバイトとしてミサオがいるということですね。うん、そうすると溝口さん何やってんのかな。お、本当だ、ね、でもそもそも、うん、溝口さんが楽園のマスターに入ったのもイレギュラーだったんじゃないですか。多分 元の場所に戻ってんじゃないですか。じゃあ俺はもうこれでみたいな感じで、そう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 、もう戻られていると、うんうん、分かりやすいな。なんだろうね、
うん、溝口さんの元々の職業、あれ何だったんだろう。溝口さん描かれてましたっけ。わかんない、あのマスター以外で。なんかデータベースをほじくり返せば出てくるのかもしれないけど、これ多分あの追っかけてくださるファンの方、もしかしたらいや溝口さんはさっていう答えを持ってる人いるかもしれませんけど、そうですね、うん、僕らは分かんないですね今 ね、 ね、そうなんだ。でもタンクトップを着てても怒られない仕事じゃないですか、ね、あ、なるほどな。最近タンクトップ見てない気がしますけどね最近はね、うん、そうですね、ちょっとね、寒いのかな、わからないですけどね。いやいや、そんなこと今更言われてもねということですよ、うん、春日井さんがマスターです。はい、はい、じゃあ続きまして、マークニヒトに同化されたいさんです、うん、ありがとうございます、石井さん、木谷さん、こんばんは。こんばんは。石井さんに質問です。はい、このご時世、うん、家で過ごす時間が多いですが、うん、石井さんが思う和樹くんのおうち時間の過ごし方、そして石井さんご自身のおうち時間の過ごし方をよかったら教えてください。うわー、なんだろう、和樹のおうち時間か、うん、すごいね。そっか、 今の和樹って下手したらただ突っ立っているっていう。いやいや、やだ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 、それは嫌だ。え、何ただ空間に突っ立っているっていう可能性があるね。そんな、あのね、それじゃ あまりにもほら、なんか充電中みたいになっちゃうじゃないですかそういうんじゃなくてね、うん、あ、でもなんだろう、なんか昔だったら、うん、それこそなんかね、ショコラ散歩させてるとかいうのでも全然 OK だったし、うん、ちょっとね、その後とかでもなんか料理作ってるとかでも全然いいんですけど、なんかね、料理をしてるっていうイメージもなんとなくない気もして、うん、かといって読書っていうイメージでもない気がして。ろくろも回さないですか。ろくろはね、ちょっと回しますね、きっとね、うん、でもなんだろう、ちょっと離れてる気もするしな。あ、そっか、もう今は一人山もないのか。昔はほらね、山登って見てたりとかっていうのもあったし、遠く海を眺めているとかこうなってくると本当もうご隠居ですよ。やだやだ、ご隠居感がすごい。やだな、わ、なんだろう、もう定年退職した人の、うん、なんかこう次の人生探しみたいになってるじゃないですか。だって突き詰めたこと言うと、本当にオフの時って寝てるじゃないですか、ええ、そうですね、ね、もう完全にオフなので、ええ、だからさっき僕が言ったそのただ突っ立ってるっていう、いや、それは嫌なの、その表現は嫌なの。なんかモバイルをこう充電器にガシャッと刺した状態みたいな。やだやだやだ、違う違う、じゃなくてファーンってなってて、ファーンってなってて、もうなんていうの、なんだろう、ケイ素でもないの。いやいやだね、寝てる時って、ね、うん、もうなんかファーンってなってて、もうよくわからない状態になってるので、すごいね、もうね、期待なの何なのそれは、なんていうそれは存在なのよ、わかんないな。あー、そうね、だからあまりにも今描写がないから、うん、ね、だからそういうのはもう想像するしかないんですよね。石井さんはおうち時間の過ごし方、お散歩っておっしゃってましたけど、うん、他に何か、ね、逆にステイホームしてなきゃいけない時に何か見つけたおうち時間とかないんですか。ステイホーム中はね、そうだな、やっぱりね、うん、猫戯れていた、ね、いたかな。違うんです、僕ね、ステイホーム中は、はい、もうね、うちの猫がちょっといろいろとね、病を患っちゃっておりまして、ええ、そうなんですよ。なので結構な割合で、猫と いることが多かったかなっていう感じなんですよ。なかなかでも病院にもなかなか自由に連れて行けずみたいな、うん、そう、でもね、行きましたよ、うん、それでも行きましたけどね、もう確実にマスク着用当たり前っていうのと、人があんまりいたら例えば家族は必ず外に出ててとか、そういう書き込みもありましたしね、はい、うん、だからまあガイドラインはしっかりと病院も設けた上で、僕もそこに行ってたって感じですけど、ちゃんとケースに入れて。あ、そうですそうです、ちゃんとね、だから病院これ通うことになるなと思って、うん、新しいのを買ったんですよ、うん、いつもは斜め掛けのバッグでこうやってにゃんにゃ泣いてるのを、うん、小脇に抱えてだったのが、うん、ちょっとね、自転車とかで、うん、連れていくことが多くなりそうだなと思って、はい、背負うタイプのやつですね。背負えるんだ。そうそうそう、背負って、猫背負えるんだ。そうなんですよ。
で、もう何でしょう、ランドセルでいうとこのパカッて開ける部分、はいはい、あそこがもう透明なクリアになってて見えるわけですよ。だから僕自転車に乗って猫を連れていくと、信号とかで止まると後ろにいる人たちが「あ猫」みたいな感じでなるわけですよ。っていうねやつを買いました。見たことないなそんな人。ああそう。あでも透明なボックスに猫を入れて自転車で走っている人を僕まだ都内で見たことないんですけど。そっか、まあ、でもねそんな感じで。そんなの？そんな、そうそう、それメジャーなのそのやり方。わかんないですけど、でも売ってるってことはメジャーなんじゃないですか。そうそうね、もうちょっと心配しちゃってましてね。あでもじゃあより一層絆が深まりそうですね。まあでもそうでしたね。ああよかった、うん、そう、うんうん、出なくてよかったなっていう感じでしたね。逆にね、まあ、でもコロナだろうがなんだろうが、うん、猫と暮らすっていうね。そうですね、変わらない、そこは変わらないって言ってよかったですね。猫がいてくれて本当よかった。はい、じゃあ続きまして M さんからです。ありがとうございます。石井さん、木安さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。和樹くん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。お二人に質問です、はい、まず木安さんへ、はい、以前キャラクターソングアルバムが出た時に、うん、売り上げが良かったら早急を歌ってやるよと、うん、ツイッターでつぶやかれていたのを拝見したのですが、うんうんうん、あの話はどうなったのでしょうか、うん、ぜひ木安さんの早急聞きたいです、うんうん、石井さんへは前にセパレーションを歌われていましたが、他にファフソンで歌ってみたいなって曲はありますか。よろしければ教えてください。え、キアスさんそんなこと言ってたんですか。うん、それはだから、うん、全く売り上げが、水準に届かなかったっていうことで、もうその私その全部が売れても、はあ、届かない水準を想定してたので、ほう、だからもう土台無理だったっていう。あ、ミリオンセラー以上。そうです。あれ土台無理だったなって後で気づいたんですけど。後で。はい、その設定を最初から設けた上での安心感で発言した言葉ではないんですか。そんなね、ええ、何言ってるんですか。そんな大人の。なんすか。歯切れ悪。いやいや、もう歌うわけがないじゃないですか。歌うわけがないって何なんすか。あ、そう。絶対に歌わないですよ。あ、残念なんですけど。残念なんですけど。歌っていただきたかったな。いい、そこはな。それはもうビジネスですから。ああ、なるほどね。はい、あ、そうなんだ。まあ、じゃあ、まあ、今後、はい、まあ、何かしらで、木安さんも、まだそのビジネスとして、可能性はあるっていうことでいいわけですね。まあ、ビジネスはこれからも続けていきますよ。そっかそっか。私自身ね、ビジネスは続けていきますが、うんうん、私多岐にわたっているのでビジネス。長いですね。そうですね。そうです。だからもうそれはその時々の、必要なビジネスを、そうですね。まあだからこうね、老舗のお得意さんに対してのね、はい、お仕事であれば、はい、いくらでもっていうことですもんね。ん、どういうことですか。んそんな今後もいくらでもそのビジネスとしてだったらば、そんなナーナーでやらないですよ。そうなの、何ナーナーって。そんな、そうですか。え、石井さんの質問何でしたっけ。え、前にセパレーションを歌われていましたが、うん、あ、他に歌いたい歌はっていう。そう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 、はい、そう、難しいんですよ。アンジェラさんの歌は本当に難しくて、ええ、もうね、キーが低いところと高いところがすごい、うん、敦子さんだから歌えるのかなって思っちゃうぐらいに、とても難しいんですよ。でそれを、男である僕がですね、はい、まあ、キーを変えたとしてもやっぱりね難しいんじゃないかなっていうのが一つあるわけですよね。そ、まあ、難しいかどうかはあるけど、うんうん、置いておくならば、置いておくなら、うん、やっぱり置いておくならば、僕は昔から言ってますけれども、フォーチュンズをやっぱり大好きなのでね、歌ってみたいなっていう気持ちはありますけどね。あ、それはもうなんか、じゃあ近い将来には叶うんじゃないですか。なんであなたがそれを言うんですか。いや、わかんないですけど、なんか大体叶うと噂の。まあね、これはでもほら、もちろんアンジェラさんたちの、都合もあるでしょうし、ね、僕が歌えるキーっていうそういうものも、ね、あるわけですから、だからあるもので僕が頑張って歌おうとしたところで、ね、ありものに対して歌うのはやっぱちょっと無理があるんだろうなっていうところで、諦めているわけですよね。なんとかしますって、なんとかしますって、なんとかしますって言ってるよ。そんな簡単になんとかしますって声が聞こえる今。そういう
あれそういうことでしょ、早急のハフナーってどういうこと、石井誠のズブズブストーリーっていうどういうこと、いやあーなんとかしていただけるんだったら、そう、あの早急のハフナーはね、その早急のハフナーの物語と並行して、はい、石井誠のズブズブストーリーっていうのが、うん、並走してるんですよ。それを両方抑えて初めて早急のハフナーというものを理解できる。だからあの皆さんね、これからあのこのラジオからこの早急のハフナーのこうね、なんかなんていうんでしょうね、バックグラウンドをなんかちょっとあの知った気になってる方々、ぜひあのな過去の、過去の発言をですねおさらいしていただいてですね、あのよりその早急のハフナーの世界をですね、あの深く知っていただけたらなと思ってます。そうですね。そうだからじゃあですよ。今ねこんなにびっくりするぐらいに簡単に何とかしますって声が聞こえてきて、うん、ってなってるわけですけれども、はい、じゃあ僕が何か言ったことによってじゃあ何とかなるのかっていうとならないことも結構あって、ほう、キアス公平が歌わねっていうね。あ、それはだからもう、うん、なんていうんですか、違うんですよ。何がよ。何が違うんですか。もう国境が。そこには国境がちゃんとある。違い方言ではないですね。全部じゃないんだ。当然ですよ。そっかそっか、うん。それぞれにそれぞれ の, あの民主主義があるんですから。なんだ、そういう国境を取り払おうって。そこはもっとあのちゃんとこうなんていうんでしょう、やり取りしていただかない。どういう風にやればそこの関門を通過できる。そんなの教えるわけないでしょ。だってそれを教えちゃったら意味がないじゃないですか。ぜひ教えてほしいですね、そこはね。それではですね、まあ、あと全然読めなかったんじゃないですか、お便り時間があまりにもなかったですけれども、ということでここまでです。引き続き、ラジオ聞いていただきたいと思いますけれども、ここでアニメ早急のファフナザ・ビヨンド新オープニング主題歌アンジェラで叫べ。ウェブラジオ早急のファフナーザ・ビヨンド。では早急のファフナーザ・ビヨンドの最新情報をお伝えします。シリーズ最新作早急のファフナーザ・ビヨンド第7話帰らぬ人となりて、第8話残されしを伝え、第9話第二次 L 計画が11月13日金曜より全国の劇場にて先行上映開始となります。ここで今回の豪華入場者特典を発表したいと思います。もうあるんですねそういうのが、ね、今回も恒例の組み立て式ミニフィギュアが登場します、うん、今までマークザイン、マークニヒト、そしてスフィンクス型フェスティムに続くものがあるんですって、うん、今まで3種あったわけですけれども、今回はスサナオ&ツクヨミ、先着でどちらか一つをランダムでプレゼントします。これは欲しい。スサノオにツクヨミなんだ、うん、スサノオがレオで、うん、ツクヨミがミミカですよね。そうですね。なるほどね。実物欲しいな。ここにありますよ実物。これこれ、いやかっこいい。見てこの2本、これ二刀流です、ね、二刀流、二刀流とミミカの、ツクヨミはランサー的なもの持ってますね。持ってますね。ピンク色、これめっちゃめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。はあ、なるほどね。これいいな、本当にいいですね。
これだから今までのあのミニフィギュアと、あの規格的には同じ大きさって感じなんでしょうかね、はいはいはい、並べられるっていう、うんうんうん、おー、そっか。じゃあ一つずつ持ってたら、うん、完全にあのフェストの A 型は分が悪いですね。そうですね、うん、囲まれちゃいますね。今回一体だけだったらね。そうそうそう、何回か行った方はやっとそれでゴブゴブの、まあまあまあ、そういうことになりますかね、ということですね、はい。数にこちらも限りがありますので、ぜひお早めに劇場に足を運んでゲットしてください。はい。またキャラクターデザイン平井久志さん書き下ろし A4 クリアファイル付きムビチケカードが上映予定劇場にて発売中です。そしてアニメイト限定作戦名手ぬぐい付き前売り券も発売中、うん、いずれも数量限定となっております。詳しい販売状況などは各劇場やサイトなどをご確認ください。はい。またアンジェラさんによる新オープニングテーマ叫べが11月18日水曜日に発売されます。アニメ版には早急のファフナーザビヨンド名シーンカードを封入、アンジェラさんの YouTube チャンネルにて MV も公開していますので、こちらもぜひご覧くださいませ。そしてそして早急のファフナーザビヨンドブルーレイ &DVD が第2巻まで発売中です。先行上映に向けてしっかりと復習をしてくださいね。はい。そして現在 BS11 にてテレビアニメ第2期早急のファフナーエグゾダスの再放送が実施中です。毎週木曜24時30分、以前より30分深い時間ですね、24時30分より2話連続放送中です。今夜は7話と8話が放送になります。あの回の一歩手前っていうことになりますね。そんな言い方するなよ。この機会にぜひシリーズを振り返ってみてください。はい。またですね、早急のハフナーザビヨンドの劇場先行上映を記念したオンラインくじがDMM スクラッチにて10月26日月曜日より販売スタートです。新規書き下ろしイラスト19体を使用した豪華景品が揃っていますので、こちらも要チェックです。はい。詳しい情報は早急のファフナーザビヨンド公式サイトでご確認ください。以上お知らせでした。ウェブラジオ早急のファフナーザビヨンド、お送りしてきましたウェブラジオ早急のファフナーザビヨンド、あっという間にエンディングです。さて2回目の放送ということで、いかがでしたか。いや結局だって全然お便り読めてないですよ。そう、3通 もっとあのどんどんいかないと。ダメダメ、どんどんそうか、腰を据えちゃうんだよね、一つの話題にね。なんかあの調理師なのに、うん、すげえ腰据えて、うん、あのやっちゃってるから。そうなのよ。そうなの、もっともっと、もうバンバンさばいていかないと。あー、そっかそっか、その鮮魚をさばくように。そうだね、あっという間にもうポポポポポポーンと。鮮度が大切。そうそうそう、そすごい数来てるんだから。なんだよな、本当に難しいね。そっかそっか。難しいね。トン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 、あの要点を。いやでもね、うん、ただね一方でね、うん、皆さんねやっぱりこういいところをついてくるんですよ。お、なんすか。いやそのお話ね、我々がね、そうそう、なんかね答えたくなっちゃうようなね。そうなんです、あの答えたくなるお話をね、あの聞いてくださるので、うっかりたくさん話しちゃう。まあ、うん、あの時間の許す限りね、うん、どこまでも話していたいとは思うんですが、そうですね、なかなかそうもいかず、まあ、また次回に持ち越しかな。はい、わかりました。ということで今回はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は石井誠と木安光平でした。バイバイ。マレスペロの祝福を受けろ。そうすればフェステムとも共存できるだろう。前方敵多数。なぜだ、なぜ島を追跡できる。敵が宗師の心を読んでる可能性は。どうせ信じないでしょ。ごめんね、止めてあげられなくて。宗師の心を連れ去ろう。お前の居場所は僕が作る。なんだこれ。行くな、お前が導く未来がある。僕を憎め、そして僕の憎しみを思い知れ。僕と戦え。信じることが私の希望です。これが俺の祝福だ。僕にできないなんてことがあるもんか。